こんにちは、ごまおです。本日はお買い物マラソンですね。楽天のお買い物マラソンで買うべきものの例ということで、お話ししていきたいと思います。2020年ね、3月21日の、20時から、28日の、深夜でですね、1時59分までの間、お買い物マラソン開催されますので、ぜひね、注目してください。ここでね、10ショップ達成とかすればね、ポイントをがっぽりもらえますのでね、頑張って達成していきましょう。この動画は、ね、悩める会社に高価な知識を伝えます、ごまおがお送りしていきます。この動画を見るべき人はですね、お買い物マラソンで買うべきお得なものが知りたい、でね、10ショップ達成しないと還元率ね、プラス9倍にならないんですけど、これに届かないので、ね、なんかね、ヒントが欲しいとか、あとお買い物マラソンの攻略法をね、ぜひ知りたいという方に向けて、お伝えしていければと思います。はい。で、まずですね、楽天市場、このね、お買い物のについてです。このお買い物マラソンっていうのがね、始まります。これはまあ今、この動画を出しているのが、まあ3月10、21日、20日の、3月20日、どうだったっけな。はい。この動画を出しているのがですね、3月20日の、夜なので、まあ、明日ですね。明日3月21日から、夜からスタートしていきますので、事前にね、買うものを準備しておくと、非常にね、わかりやすく、うまく、この10ショップ以上っていうのを達成できるかなと思います。お買い物マラソンとはね、1ショップ以上、合計で、1000円以上の購入対象に、2ショップ購入でポイント2倍、3ショップ購入で3倍とね、どんどん倍数が上がっていって、10ショップ以上になった時の購入でポイントが10倍になるっていうね、期間限定のイベントなんですね。でショップ買い回りの獲得上限ポイントは1万ポイント、期間限定ポイントとなりますので、これもね、ご注意ください。まあでもこんなに買うことはそんなにないかなと思いますけども、実ね、10ショップ以上の購入でポイント10倍になるってことは、基本的なポイントが 1% ありますので、プラス9倍になるってことですね。プラス9倍になって上限が1万ポイントなんで、計算すると、上限、このポイントをね、しっかり得る上限のお買い物金額っていうのは11万1111円になりますね。11万1111円ですからね。それ以上は買うとポイントがつかなくなっちゃうので、そこは注意してくださいというだけのね、お話ですね。はい。で、この、今回のお買い物セールで、どういうものが買えるかっていう、クーポンとかがね、出てますのでね、こういうのをね、いろいろ覗いてみて、自分がね、なんか欲しいものがあったら、ラッキーかなっていう感じがしますので、一応、ざーっとね、見ておくといいと思いますよ。ただね、不要なものをね、買う必要はないんですけども、元からなんかちょっと欲しいなと思っているものでね、これいいんじゃないか。で、しかもね、クーポンとか出てね、50% オフとか、あとはもうポイント還元さらにつきますとかね、あるんだったら、やるのもいいんじゃないかなというふうに思います。あと、こういうね、なんかスロット参加とかこういうのがあるんで、こういうのもやっといたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。こういうのね、スロット挑戦するとかね、今すぐチャレンジとかね、こういうのやっちゃえばいいと思いますよ、こうスタートってやってね。これは一応3月19日から21日まで、そのスーパーセールが始まる直前まで、やってるっていう感じですね。こういうのはちょこちょこね、大体外れるんですけど、お前やっていくといいんじゃないかなと思います。あとはね、クーポン、このね、こういう開始2時間限定クーポンとかね、こういうちょっと釣られちゃうんですけどね、こういうのもね、一応、チェックしておきましょう。あとはですね、ごまはいつもこれ取ってますね。この対象ショップ限定になるんですけど、ダイヤモンド会員、プラチナ会員さんの限定のクーポンっていうやつですね。こういうのをゲットしておくと、使えるか使えないかはね、わかんないんですけど、使えたらラッキーぐらいの感じで、7000円以上、これね、獲得しました。これ簡単に獲得できるんで、こういうのね、さっさと取っちゃっとけばいいんじゃないかなと思います。ごまはあんまりこのファッション系そんなに使わないんですけどね、ファッションとかもね、よく買う人はこういうのね、使っておくといいかなというふうに思います。はい。で、あとはいろいろね、こういうのいっぱいあるんで、このようにちょこちょこね、暇な時間があったらちょこちょこやっといてください。で、先ほど言ったショップ買い回りの制度とかもね、わかりやすく図になってるんで、
こういうのを見とくといいと思います。で、今回のポイントはついた付与日が、4月15日頃につきますね。で、ポイント有効期限が5月31日、期間限定ポイントになるんでね、注意してください。だいたい1ヶ月半ぐらいの猶予があるポイント、期間限定のポイントになりますので、まあ、その時にね、ちゃんと使えるっていうね、ようにしとくっていうのがいいかなというふうに思います。はい。まあ、よくある質問なんかもね、このちょっとなかなかね、初めて、このお買い物マラソンに参加する方とかね、この買い物したのに、ちゃんとカウンターが動かなくて、プラス何倍になってないんですけど、みたいな、ね、心配になる方いると思いますけども、そういうのね、まあ、すぐね、反映されなかったりするので、そういうのね、注意してください。ですね。まあ、最大44倍になるんですけど、まあ、ここまで狙わなくてもいいかなっていう感じですね。はい。まあ、とりあえず、まあ、買いだめするっていう感じで、まあ、生活必需品なんかをショップ買い回りのね、キャンペーン、これ10ショップ達成みたいなのを目指して、プラス9倍を目指しましょうってところですね。まあ、あとは SPU とか上げとけばいいと思うんですけれどもね。で、まあ、この10ショップ達成もね、まあ、こだわりすぎないことが重要ですかね。まあ、そんなに買いたいものなかったんで、まあ、7ショップぐらいに留めといたとか、そういう時もあります。基本は、まあ、10ショップ目指しますけど、まあね、結構このお買い物マラソンとか楽天スーパーセールの頻度も多いので、まあ、そこまでね、普段生活してて、5万もまあ4人家族ですけど、4人家族でも、まあ、そこまでね、ない時も、買いたいものない時もあるので、まあ、そんな無理しなくてもいいと思いますよ。はい。っていう感じですかね。これがまあ一応概要っていう感じですね。はい。で、あとはですね、まあ基本的なこの買い回り攻略の基本スタンスっていうのも確認しておきましょう。まずね、日用品家具家電のまとめ買いのために事前に買うものをリストアップしておくっていうのが大事かなというふうに思います。で、不要なものをわざわざ買わないようにしましょう。で、あと自己投資のためにね、書籍を買ったらいいかなと思います。これね、毎回5万をやってるんでいいと思います。で、楽天ふるさと納税をね、活用するっていうのはね、毎回じゃなくてもいいんですけどね、これはね、まあ、絶対お得なんで、楽天ふるさと納税やって方がいいかなというふうに思います。はい。で、あと、まあ、注意事項というか事前準備なんですけど、ショップエントリー、これ絶対必須なんでやっといてください。で、ワンショップで1000円以上の買い物するっていう必要があります。999円の買い物じゃ、ワンショップ達成したとみなされないので、お気をつけください。で、同じ店舗でね、複数商品を買っても、そのワンショップ扱いなので、そこはね、ご注意くださいということですね。値段が変わらなければね、わざわざ同じ店舗じゃなくて違う店舗で買ってみるっていうのもいいかなと思います。本を買うときとかも、5万はまあ基本的に楽天ブックスと、あとなんだっけ、楽天ブックファン2号店っていうところですね。ここが送料無料なんで、ここをね、使ったりしてますね。はい。で、まあ、今回の本題なんですけれども、ごまおがまあおすすめするっていうか、まあ、ちょっとね、あと、もうワンショップなんか買いたいなみたいな時あるじゃないですか。ワンショップ買えば10ショップになるんですけど、ちょっとね、今なんかピンとくるものはないな。でも、なんかね、せっかく達成しておきたい。でも、できればね、ちゃんと欲しいものを買いたいっていう時に参考になるかなと思いまして、これごまおの楽天ルームなんですね。楽天ルームっていうのは、楽天がやってるインスタグラムみたいなもので、まあ、この商品をね、紹介できるようなシステムになってまして、ぜひね、この5万の楽天ルームのリンクを概要欄に貼っときますので、ぜひね、これチェックしてみてください。どういうもの5万が買ってるかとか分かりますので、はい。で、こういうのまあ紹介してますということですね。まあ、いろいろあるんですけど、例えば何がおすすめかな。まあ、本とかはまあいいですよね。まあ、今回買おうと思ってるのが、転職と副業の掛け算とかね、まさにちょっとね、ごまおのテーマと合ってるので、会社辞めたいって思ってる人はね、キャリアの一例として読んでみる価値があるっていうね、結構この人気ブロガーのね、元さんっていう人が書いたね、本みたいなんですけども、生涯年収を最大化するっていうね、転職を繰り返しながら副業もしてね、今なんか銀座6なんかにね、オフィス構えてる、まあ、副業社長みたいなね、方らしいんですよね。はい、こういう方の本とか読んでみようかなと思ってます。あとは最近ね、ごまを筋トレしてるので、これプロテインとか 結構買ってますね。このね、リミテストのね、やつはコスパがいいので、これを買って
ってますね。これはプレーン味なんで、甘すぎない。プロテインって結構人工甘味料が入ってて、甘すぎるっていうか、これ体に悪いんじゃないかなとか思っちゃうときあるんで、はい。こういうのね、プレーンの味のやつがいいかなと思ってます。で、でもそれでプレーンだと味気ないので、こういうね、ちゃんと味付きの甘いやつも買ったりしてますね。まあ、ホエープロテインですね。ホエープロテイン飲むと、筋肉が増えるっていうやつですね。ダイエットの人は、大豆のプロテインがいいかなっていうふうに思いますね。っていう感じですかね。あとはこれ、なんか、マコナリ社長、YouTuber のね、マコナリ社長がお勧めしてた、履いてる気がしない、奇跡のスニーカー、洗濯機で洗える、通気性がよく蒸れない、シリコンバレーで流行中のね、こちらの、まあ、シンプルなね、まあ、おしゃれなスニーカーですよね。こういうのもね、人気があるみたいですね。これちょっと買うかちょっとどうか悩んでますね。今ちょっとスニーカー足りてるので、ちょっとね、まあ興味はあるんですけどね、なかなかどうしようかなっていう感じですね。はい。で、あとこの間ちょっと、AirPods Pro が、売り切れてる。AirPods Pro がちょっとなんか安くなった感じがしますね。今ちょっと高騰してたんですけど、このね、ずっと1月、2月、3月ぐらいはね、高騰してたんで、ちょっと値段が下がってきたかなっていう感じがしますね。あとはですね、どういうのがおすすめかな。まあ本だったらこのシンククリアリーとかね、オリエラジのね、あっちゃんとかもね、動画で紹介してましたね。これは読みましたけど、まあなかなか、このね、何でも仕事を引き受けない。などね、まあそうだよなと思わされることがね、てんこ盛りのね、ことが書いてありますよね。52個のね、まあ章に分かれてるってね、めっちゃ多いんですけど、まあまあ、その一日一章とか読んでいけばね、まあサクッと読めますしね。はい、っていう感じですね。あとは何がおすすめかな。カフェインレスのコーヒーとかもいいですかね。5360円でね、ワンショップになるしね。とかですね。そんな感じかな。あとミックスナッツとかもね、いいかなと思いますね。これね、会社で、まあ、ちょっと小腹が空いた時によく食べてますね。クルミに含まれるね、アルファリノレン酸っていうのが、この、まあ、魚の油との、ね、魚の DHA とかあるじゃないですか。あれの、まあ、元となってる成分が、クルミの中にめっちゃ含まれてて、まあ、オメガ3とか言われてますけど、それに分類されるね、体にいい油なんですよね。これがダントツの量で摂取できるのがクルミで、まあ、ミックスナッツで食べるとめちゃくちゃ美味しいので、これはね、ごまは重宝してますね。はい。これ美味しい。ハートもいいねも、結構ついてる。17もついてるな、これだけの。っていう感じですね。あと最近のお気に入りはこれかな。ランニングシューズの、ナイキの、エアズームペガサス36っていうやつですね。これね、箱根駅伝とかで、結構注目されたランニングシューズの、まあ、介護感っていうやつですかね。ちょっと画像が出ないな。ね、まあ、僕はその真っ黒なシューズが欲しかったんで、ちょうどね、これがあって、結構、割と厚底の、シューズなんです。厚底シューズで、結構ね、ちょっともう数年前まで、ちょっと底が薄いシューズが流行ってて、それ買ったらちょっと走ったりするとちょっと痛いなっていうのを感じてて、これはそんなことがないので、はい、全然良かったかなと思います。で、その箱根駅伝とかで一泊さん話題になったのがこっちの方で、はい、こっちの方も人気ですよね。チョコの方がちょっと高いかなっていう感じですけどね。まあでもかっこいいなって思いますよね。はい、こういうのが買って出ましたね。で、あとは、まあもうホワイトデーは終わったから、ホワイトデー用はいいか。チョコレートあげたりしたんですけど、あとは、これ前回のね、楽天スーパーセルでね、おむつ買いたかったんですけど、それがね、これがね、楽天スーパーディールで、これも20%ポイント還元がさらにつくってやつだったんですけど、これ欲しかったのに売り切れてたんですよね。いや、ちょっとね、最近、おむつ売り切れるし、あとお尻拭きもね、お尻拭きも、ちょっと高騰してたんですね。高くて買えなかったな、確か。なんかね、とんでもない額だったんですよね。なんか普段の5倍ぐらいしてたっていう時があって、ちょっときつかったな。このおむつとかは狙おうかなって思ってますね。あと、ふるさと納税で良かっ
たのが、ふるさと納税結構してるんですけど、あ、これか。これですね。玄米。玄米おすすめですね。お米、白米、ね、白米でも全然いいんですけど、白米よりね、玄米の方がね、ただビタミンと食物繊維っていうのが豊富なんですよ。まあ、歯ごたえが白米に比べてちょっと出ちゃって、それが嫌とか、あとちょっと臭みが気になるとかいう人はちょっとあれかもしれないですけど、ごまは全然臭みも気にならないし、歯ごたえはむしろ好きで、なんか玄米に慣れちゃうと、もう玄米食わないとちょっと食った気がしないみたいな、白米でちょっと物足りないなみたいな気にさえちょっとなってきてるっていう感じですね。まあ体にいいので、まあ基本的にはふるさと納税で玄米頼んで玄米で、食べさせるようにしています。で、まあ子供はちょっとちっちゃいのでね、白米にさせてますけどね。はい。だからちょっと使い分けてるっていう感じではありますね。まあいろいろ買ってるんですよね。はい。まあ、奥さん用にね、ブラとか 買ってますけどね、育乳ブラとか、ナイトブラとかあるんですね。はい。育乳って何なんでしょうね。育てられるんですね。うん、っていう感じですけど。まあ、そんなとこですかね。まあ、いろいろ買いますよ。まあ、何でも買います。楽天市場ではね、本当非常に便利ですね。こう、やっぱりお買い物マラソンとか、スーパーセールとか使うとね、いろんなものが、まあね、ポイント還元によって、まあ、安く買えるというか、お得に買えるっていうことですね。これぜひね、活用していただければと思います。そんな感じですかね。まあ、他にも、ごまをかかってるもの、なんでしょうね。まあ、カロリーメイトとか、ウェットティッシュ、トイレットペーパー、ティッシュペーパー。まあ、ここら辺はね、トイレットペーパー系はちょっと、うまく買えるかわかんないですけどね。まあ、基本的には、まあ、保存が効くもので、まあ、邪魔にならないのが一番いいんですけどね、そういうものを買ってますので、まあ、1000円以上がね、うまくいけばいいですよねっていう感じですね。はい。で、不要なものは絶対買わないようにしてください。必要なものを買うから節約になりますからね、頑張ってみてください。ふるさと納税も一時事態ワンショップにカウントされるっていうね、ちょっと面白い制度もありますので、ぜひ使っていただければと思います。はい。以上がね、今回の2020年3月21日から始まる楽天お買い物マラソンで買うべきものの例ということでお話ししました。こんな感じで、楽天経済圏のお話ね、結構してますので、ぜひ興味ある方は動画は毎日更新してますので、チャンネル登録していただいて、情報を追いかけていただければと思います。他にもね、投資、米国株投資とかもう大好きなんでやってますので、まあ、最近相場がね、激しいですけれども、そのことについて解説したりもしてますのでね、ぜひ見てみてください。それではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。